今宵も迷える子羊たちよ。腕が上がらないと言った子羊はどこにおるかの。私のうねりはまだ不完全なうねりじゃ。神ですわ。神の言われた通りのうねりを行いましたよ。骨盤前傾に後傾しっかりやったつもりなのですが。うむ、お主はまだあの伝説の動画を見ていないであろう。伝説の動画？何ですかそれは。よーく目に焼き付けるがよい。の練習を陸上でやっていきましょう。5分でできるのでその場で一緒にやりましょう。はい、ではいきます。基本うねりの動きは骨盤で、骨盤が基準になってます。で骨盤の後傾と前傾の動きの繰り返しはうねりになってきます。ってことでまずその後傾前傾をやっていきましょう。でまず後傾からいきます。後傾は今こう骨盤があるとしたら後ろに骨盤を傾ける動きですね。横から見るとこんな感じになります。上から説明すると頭は顎を引きます。で軽く猫背の状態、ちょっと今猫背じゃなかったですね。軽く猫背の状態でお尻を引きます。で膝を軽く曲げてください。これが骨盤後傾の姿勢になります。では戻していただいて次前傾に入ります。前傾は後傾の逆をやればいいです。骨盤がこう今あるとしたら前に傾ける動きです。横から見ると前なのでこうですね。顎は上に向けますよ。で背中を反ります。でお尻を出す。で膝を曲げない、まっすぐの状態で、これが前傾、骨盤前傾の姿勢になります、はい、で後傾前傾を繰り返した動きがうねりになります。陸上でもできるので、はい、実際にやっていくとこんな感じですね。まあ今頭はちょっと動いてないんですけど、泳ぐ時は頭も一緒に動かした方がうねりは綺麗にできます。まずここまで滑らかにやるのは最初は難しいので、まず練習その1としては後傾と前傾の姿勢を覚えてください。覚えたら次は、前傾戻す、後傾戻す、前傾戻す、後傾戻す、でゆっくり姿勢を、移行させていくのを練習しましょう。これがスムーズにできるようになったら次は滑らかに体を動かしていきます。私も結構これやってるだけで息切れしますね、はい、これがうねりですね、はい、まずは陸上で覚えた方が水中でもやりやすいと思うので陸上でまず練習してみてください。はい、ではうねりの練習でした。今日のレッスンこれで終わります。ありがとうございました。神、いきなりびっくりするじゃないですか。さよ、すまぬの。あれは本当に伝説の動画じゃ。迷い、新たに出てきたこの
古代のイラストを見よ。これはかなりわかりやすく骨盤前傾と後傾が表されていますね。さよう、今の陸上の動きもこれを交互にやっているだけじゃ。最初はかなり難しいぞ。実際はあんなに滑らかにはできぬじゃろう。だが練習を続けていけば必ずあそこまではできるようになる。あの伝説の動画は皆ができることをやっているだけなのじゃ。そうなのですね。なんだか練習を頑張れる気がします。まずは陸上でこの動きを鏡を見ながら練習していこうと思います。そうじゃ、あそこまでしっかり陸上でできればもう水中でも何も怖いものはない。まずは少しずつ陸上で練習していくがよい。どうよお主、話にはついてこれたかの。なかなかな動きじゃろう。素晴らしい動きでした、神。やはり神は神だったんですね。こんな美しい動き、なかなかお目にかかれないです。目に焼き付けておきます。さよ、神じゃ私は。だがうねりは神だけができるものでもない。練習さえすれば誰でもできるようになる。神、私は今までこのうねりに悩まされてきました。これでうねりだけでなく腕もブンブン回せるような気がします。ですが神、こんな動き水中でいきなりできるものなのでしょうか。アホか、陸上でできなければ水中でできるわけなかろう。陸上での練習時間の方が長くなるぞ。